道の駅南魚沼は、新潟県南魚沼市かついたち市にある国道17号の道の駅である。2012年3月26日に道の駅に登録され、7月1日に開け駅した。愛称は雪明かり。2015年1月に重点道の駅候補に選定された。地域活性化の拠点を形成する重点、道の駅を選定しました。国土交通省。 2015年12月25日閲覧。食、美術、歴史、自然ステーション南大沼。北陸、道の駅連絡会。http://www.hrr.mlt.go.jp/.road/.miti、スラ<ッ>シュ駅、/h フォルダー、南大沼フォルダー。 南魚沼 HTML2012 年11月5日閲覧。農商工等連携事業計画第12号認定について、通商産業省関東経済産業局産業部経営支援課2012年3月31日閲覧。平成23年度第3回農商工等連携事業計画の認定について、北陸農政局。 h t t p w w w m a f f g o j p h o k u r i k u n e w s p r e s s 1 2 0 2 0 3 h t m l 2 0 1 2年3月31日閲覧。新潟県2011年度第3回認定雪国で、食べる、新しい雪室野菜料理の開発。J ネット中小企業ビジネス支援サイト。 2012年3月31日閲覧。ありがとうございます。